ハスの葉カズラスティファニア・ジャポニカは、ツズラ・フジカの植物で、ツルセの総本内氏・フジモト。葉がハスの葉のような形をしている。常緑性の多年性ツル植物。全株が無毛。葉は三角形に近い卵型で、洋子質。長さは6から12センチメートル。幅5から10センチメートルで、先端は鈍く尖り、基部は、マリイカ、わずかにくぼむ。裏面は少し白っぽい。 傭兵は長さ3から12センチメートルで葉の基部より中央よりの位置に、つまり縦状につく。7から9月に養液から柄がある副産系果樹が出て小さな花を多数つける。花は単緑色で可比は無毛。尾花は学辺が6から8個、花弁は3から4個あり、東卵型でやや厚みがある。おしべは6個、互いに合着する。雌花では 花びらは、それぞれ3から4個、おすしべはなく、めしべは1個だけある。果実は、休憩で、計6ミリメートル、赤く熟する。種子は、多少扁平で両側の中央がくぼみ、円沿いに隆起がある。和名は、葉が縦状であり、ハスの葉に似ることから、別名として、犬つづら、焼き餅かずらを、牧野は挙げており、前者は、 本種が薬用とされるつづら富士に似て役に立たないことからとしている。また後者は焼き餅ずるの意であろうとするが、その理由は述べていない。官名は金銭と村井からすがめであろうとのこと。日本では本州西部から琉球列島まで生育し、国外では中国中南部、台湾からインド、マレーシアにまで分布する。日本本土では海岸に近い地域に多く。 その範囲では産地まで生える。沖縄では海岸近くから山裾までにある。本属にはアジア、オーストラリア、アフリカにかけて約40種があるが、日本に分布があるのは本種のみである。初島は本種の琉球列島における分布を沖の選ぶ遠い北としており、それ以南のものを変種小葉のハスの墓面バリエーション、オーストラリスとして基本変種に比べて、 葉が小さく、果女の分子が少ない点をその違いとして挙げている。彼はまた果女が、有毛のものを毛髪の墓面バリエーション、ヒスポデューラとして区別している。ただしユーリストはこれらの編集を認めていない。本種に似たものとして、宮古島津々富士サイクリーインスラリスはやはり葉が、縦状になるツル植物で、本州南西部以南に分布する。同じトガではあるが、 メバナの花びらが一枚しかないなど、放射奏症でないことなどの特徴で別属とされる。外見的には、本種と異なり若枝に難毛があることで、区別できる。以下、記載は、北村、村田1961、P197 牧の、P191 佐竹ほか、P91、北村、村田1961、P197 池原1979。 P50, ただし、小葉の蓮の墓面名義。ありがとうございます。